小賀正弘は、日本の政治家、衆議院議員、父の認知である、朝鮮半島、平安北道で生まれる。福岡県久留米市で育ち、福岡県立脇吉高等学校及び、東京大学法学部を卒業し、国家公務員一種試験に合格し、農林水産省勤務。福岡県農政部長、農林水産省農業協同組合課長などを、歴任。 1982年に退官。1983年第37回衆議院議員総選挙では、自民党木曜クラブ新人候補として出馬し、落選。1986年第38回衆議院議員総選挙で、旧福岡3区で、初当選。1987年7月形成会。1992年12月。 改革フォーラム21の旗上げに参加。1991年11月、宮沢内閣で、渡辺構造通参省の下で、政務次官も経験している。1993年6月自民党を離党し、新政党結成に参加。直後の衆院選で、最多得票で当選。1994年新進党結党に参加。 1996年10月初の小選挙区比例代表並立制による衆院選で中選挙区時代のライバルで高校、大学の後輩の一生とのコスタリカ方式がこう、創始小選挙区勝利で当選。1997年12月新進党が分党する直前に離党し無所属を経て自民党に復党し、形成会を前進とする平成権に入会。 1998年8月、衆議院商工委員長に就任。2000年6月衆院選で、子が一世を破り当選。2年後に、現職国会議員のまま死去。ありがとうございます。